2017年メジャーデビューのシンガーソングライター、これさは女心を歌った歌詞が共感を集め、 YouTube 再生回数が1億7000万回超え。まさに10代20代のカリスマ的存在。いつまで握ってんだよ。もういいよ。すいません、うちもどうしたらいいかなと思って。普通に喋られるんですね。ありがとうございます。以前ですね、アンケートを取ったところ、これさわさんの曲が好きなメンバーがかなり多くてですね、今回その声にお答えして特別にお越しいただいたということで、ありがとうございます。今やっぱ顔を見せないように。そうです、メディアでは顔出ししてないので。今日はちなみにこれさわさんの曲が好きっていうメンバーどれぐらいいるんですか。あ、結構聞いてんだね、みんな。ゆみちさん両手挙げてるじゃないですか。一人一個でしたね。一人一個でいいんですけど、両手でもね。嬉しい。川崎選手は何の曲が好きなんですか。たくさんあるんですけど、その私を彼女にしたいならと、あと君のバンド、あとはシンガーソングライターも好きだし、君と満員電車も好きだし、最後の彼女になりたかったも好きで、全部好きです。ありがとうございます。めちゃくちゃ聴いてるじゃない。私は恋人失格と死ぬこと以外かつり傷がすごく好きです。ありがとうございます。嬉しい。ゆみきは私を彼女にしたいならもう大好きです。ありがとうございます。ちょっといたずらチックでね。そうですね、可愛いです。私を彼女